鈴木ひろ子鈴木ひろ子は日本の元アナウンサー元 WWE の D は政治家本名同じ旧姓水野千葉県議会議員元千葉県船橋市議会議員元レプロエンタテインメント所属千葉県船橋市出身クリーニング店を経営する両親のもとに生まれる船橋市立中野木小学校船橋市立前原中学校 国学院高等学校卒業。明治大学文学部に入学。明大時代からラグビー雑誌の契約記者となり、同窓のラグビー部員、鈴木健造と知り合う。1998年に大学卒業後、福島中央テレビに入社。当時は水野広子の名前で、ゴジテレシャトルや FCT ニュースダッシュなどを担当する。2000年に同社を退社。 以後フリーアナウンサーとして活動する。2006年3月6日、夫、健造と共に、ゴジテレシャトルに出演した。2003年に、鈴木健造と結婚。健造は、就職先を退社し、新日本プロレスのプロレスラーに転じた。その後、WJ プロレスを経て2004年に、WWE 入りした健造ともに、アメリカへ渡り、日本人として、 初めて、WWE とディーバとしての契約を結ぶ。当初は、喧騒のみの契約の予定であり、喧騒は、リングネーム、ヒロヒトでの登場が予定され、予告ビデオも作成された。この一連の扱いは、日本や昭和天皇に対してあまりにも失礼である。と、WWE 上層部に、ヒロコが抗議したところ、一転彼女が、ビンスマクマホンら WWE 上層部に、 注目されるようになり、喧騒のギミック修正だけではなく、本人も予想もしていなかった、鈴木博子自身のディーバ契約に至った。当初は WWE から働かないかと持ちかけられ、イエスと答えていたがそれは、裏方としての仕事として認識していた。また会場で、他のスタッフから芸者についてやたらと聞かれ、それについて調べ作成したファイルを重役に渡したところ、 そのファイルを一別されただけであなたはできるのかと質問され、そこで初めてィーバとしての契約だったことに気づいた。そこで喧騒がイエスと答えてしまったという裏話がある。WWE では白塗りのゲイシャガールのギミックで登場し、主に喧騒をサポートするマネージャー役を演じていた。実際問題として、 英語が堪能な彼女が通訳としてついた方が楽だったということもあった。また、喧騒自身も英語がほとんど喋れない。という、日本人レスラーの伝統的なギミックを演じていた。この役の勧誘を WWE 側から受け、あまりのバカバカしさに起こり当然断ることを夫の喧騒に告げると、何お前は WWE に認められたんだぞ。 お前はなんてラッキーなんだ。と大喜びされ、断り切れず、なし崩し的に、芸者ガールデビューしてしまったと語っている。格闘技のバックグラウンドは、ほとんどないが、2005年2月に埼玉スーパーアリーナで行われたスマックダウンの収録において、実際にトリー・ウィルソンと試合を行っている。2005年7月に、剣騒が WWE から解雇されたのに伴う形で、 WWE との契約を打ち切られた。その後は散発的にではあるが、喧騒とともにアメリカのインディ団体に出場し、時に試合を行った。なお WWE 在籍時代、格闘技のバックグラウンドが皆無であったのを見かねた、ジ・アンダーテイカーがトレーナーに名乗りを上げ、技術を教えた。2005年11月3日のハッスルマニアにおいて、喧騒が日本マットに復帰した。 2006年1月1日より3月12日まで、ハッスルの3代目ゼネラルマネージャーを務めたが、ハッスル側の給料未払い等もあり1年で検査と共に離脱する。2006年、検査が参戦したユニオンプロレスでは、メカマミー関連のギミックから拉致の上改造されて、メカヒロコとなる。2007年、検査と再び海外へ渡航し、CMLL,AA と 長期参戦のため、メキシコに滞在。2010年、日本へ帰国。喧騒が全日本プロレスへ参戦後、正式入団。2015年、千葉県船橋市議会議員選挙に無所属で立候補し、4220票を獲得して初当選した。5月1日に就任し、保守系会派の自由姿勢会に所属する。2018年12月19日。 翌年の第19回統一地方選挙前半戦で行われる千葉県議会議員選挙に立候補する意思を表明。2019年4月7日に行われた県議選に船橋市選挙区から無所属で立候補。13,731票を獲得し、初当選した。県議選初当選の下、WWED は公約、千葉にレッスルマニア呼ぶ。 東京スポーツ新聞社、東スポウェブ、東京スポーツ新聞社、2019年4月13日閲覧。自己紹介を呼ぶ鈴木ひろこ、船橋市発する、発するなう2006年、平成27年船橋市議会議員一般選挙、開票結果。船橋市、2015年4月28日閲覧。選挙の種類、船橋市公式ホームページ元 WWE。 ディーバ、鈴木ヒ子氏が、千葉県議選へ背中を押してくれたプロレス界3人、トースポウェブ2018年12月20日千葉、県議選船橋市統一地方選挙2019、NHK 選挙ウェブモッド WWE d バ、鈴木ヒ子さん、千葉県議選初当選スポーツ放置2019年4月8日、ありがとうございます。